イランの最高指導者は、イランイスラム共和国の元首。言語に近い発音をカタカナ表記をして、ラフバルとも言う。ルーホンラー・ホメーニーの思想に基づいた、イスラム共和制の理念に基づき、イスラム法学者から選出される。1979年のイラン革命で訂正が倒れた後、ルーホンラー・ホメーニーが提唱したベラー・テ・ファギーフ。法学者による統治論の思想を支持する勢力。 共産主義勢力、欧米型の議会制民主主義を支持する勢力などが、権力闘争を展開したが、最終的に、ホメーニーとその弟子たちの勢力が勝利し、革命後に制定された憲法には、ベラーやテファギーフとイスラム共和制の考えが盛り込まれ、イランイスラム共和国が成立した。それに伴い、最高指導者が国家元首に相当する官職として新設された。イランには、 大統領職も置かれているが、通常なら他国の大統領は国家元首であるのに対して、イランの場合は行政府の長であり、他国における首相に相当する。なお、1989年の憲法改正までは大統領を補佐する首相職も存在した。最高指導者はホメーニーの唱えたベラーやテファギーフを具現化したものである。すなわち、 イスラム共和制のイランはシーア派教徒の共同体であり、そこではマフリーが出現するまでの間、シャリーアの最高解釈者が、神の意志に従う、という形式で国家を指導する責務を負う。その統治権は、アッラーフからムハンマドへ与えられ、ムハンマドから十二イマームへ、十二イマームから法学者へと受け継がれてきたものとされる。行政府、司法府、立法府、 イランイスラム共和国軍、イラン革命防衛隊のご権における最高位であり、国政全般にわたる最終決定権を持つ。憲法に明記されたその権限は極めて強大かつ、後半にわたる。最高指導者は、国民の直接選挙で選出された86名のイスラム法学者により構成される、諮問機関である専門家会議により選出され、任期は終身である。当初は、 前任者の生存中に後継者を決定する形態が想定されており、次期最高指導者としてホメーニーの弟子であり、マルジャエタグリードであるホセイン・アリー・モンタゼリーが内定していたが、モンタゼリーは自由主義的思考が問題視されたこと及びイランコントラ事件に関わるスキャンダルによって失脚し、その後間もなくホメーニーが死去したことによりそれは不可能となった。モンタゼリー失脚後、 ホメーニーは、弟子の一人であるハーメネイーが後継者となることを希望していたが、当時の憲法は最高指導者就任に、マルジャエタグリードの地位を要求しており、ハーメネイーはその要件を満たしていなかった。会見が間に合わないままホメーニーは死去し、専門家会議では、集団指導体制も検討されたが、ホメーニーの意思により、後継者ハーメネイーが、 単独の最高指導者に就任することとなり、その就任は専門家会議の選出によって正当化された。ハーメネイ就任後に行われた憲法改正により、専門家会議が単独の最高指導者を選出することが明文化された。ありがとうございます。